最終的にはユネップのような組織にはいろんな付託事項が与えられますけれども、それに見合うリソースがないわけです。つまり付託事項を確認し、ナイロビの本部を強化し、リージョナルプレゼンスを高めるということはいいんですけれども、そのためにリソースが必要です。で、リソースのパラグラフはどう書かれているか見たときに、我々が今持っているものよりもむしろ弱いと言わざるを得なければなりません。カルタヘナで2年かけて交渉した中身というのは、自発的な拠出ということだったわけですけれども、プラス義務もあったわけです。しかし今や自発的なものしか残っていません。そこでリソースの動員をナイロビで私は支援していました。そして国連の拠出をそれぞれの国に分ける、そして数字を配布するわけです。例えば日本は900万ドルと、これはピアプレッシャーで出てくる数字なわけです。でほとんどの国が、それを拠出するわけです。ピアプレッシャーがありますので、で、こういうのように課されるんではなくて、純粋に自発的なものになってしまう、普遍的なメンバーシップ、ナルビを強化してリージョナルオフィスプレゼンスを高めるっていうことになってまいりますと、経費がどんどん増えるわけです。でも入ってくるもの、身入りの方はそれほど増えない。だからそこのギャップをどう埋めるのかというところが、自発的な資金拠出の枠組みしかないということを考えますと課題だなと思ってます、ユネップについては。そしてこの地域の取り組みが今後どうあるべきかということについて2つ目にお話ししたいんですけれども、次回の67回総会、9月に国連の総会が開かれることになっていますが、この9月の総会は極めて重要な意味を持っていると思っています。成果文書、リオプラス20の成果文書の全てが意思決定に焼き直されるということになります、総会で。ですので、それがどのような文言で表現されることになるのか、我々一人一人が貢献をし、交渉、ニューヨークにおける交渉担当者をサポートし、正しい文言が出来上がるようにしなければならないと思っています。文言を決めるというところに非常に大きな難しさがあるわけです。さて、地域的な側面、地域のメカニズムを見てみますと、チューン先生が先ほどプレゼンテーションの中でおっしゃっていましたが、整合性のあるプロセス、一体性のあるプロセスがなければならない。しかしこの地域においても、他の地域においてもまだそれが見られないという問題があります。先ほどおっしゃいましたように、リージョナルコミッション、地域委員会は社会経済をフォーカスを当てていて、環境が今入っていませんので、それを入れていかなければならない。以前は銀行、エスキャップ、リージョナルコミッション、 UNDP、 それからユネップが連合を組んで、これがうまく機能したという経緯があります。ですので、こういった関係機関をの連携を構築し、この地域における持続開発可能を効果的に行っていかなければなりません。政治、社会、9つの地域、それから5のサブリージョン、それから中央アジアにおいても組織がありますし、アセアの話はマーク出ました、ソック、サーク、南アフリカ、アジア、サークもありますし、南太平洋においてもそういった取り組みがあるわけです。これらの集まりには環境の側面もありますし、環境、経済、社会、それぞれの省庁が別々に会合を持っているという現状がありますので、これらを収斂させると、そしてサブリージョナルレベルでこれらを組み合わせていくと、そして国連のシステムの中で ASEAN は認識、レコグナイズされていません、認知されていません。こういったサブリージョンの機関に政治資本をもっと与えていくということと、リージョナルメカニズムにもっとリソースをつけていくということが求められています。それからそれぞれの国のレベルで言いますと、これはサイモン・オルセンさんが言っていました、持続可能な開発に対する戦略ということで、持続可能な開発委員会が各国のトップに対して勧告していますのは、企画書を関与させて、市民社会組織をフルに参画させ、近代的なインターネット、社会メディア、ソーシャルメディアを使って国民とのインターフェースを図るということを勧告しています。ですので、
持続可能な開発に向けての戦略っていうのは、これは30、50、80年間かけてやっていかなければならない取り組みでありますけれども、それはそれぞれの国の国家開発計画に入れていかなければならない。政治ということになりますと3年から5年というサイクルでありますので、この2つのリンクを貼っていく必要があろうかと思います。アジアではニューヨークと比べて、また他の地域とも比べて、アジア太平洋地域には強みがある。それは何かと言いますと、理念のベースがあると、そしてアクションの事例も揃っています。そして理念、哲学という意味では、国民総幸福指数、ブータンがやっています。それから中国においてはサーキュラーエコノミー、そして日本では低炭素社会ということが言われております。そして樽を知る経済ということがタイで言われているとモンティブ先生がおっしゃっていました。そういう意味では様々な知見がアジア太平洋地域には揃っているわけです。どういう哲学理念を持ってやっていくのかという意味では、様々な理念が揃っているわけです。そしてアクションという意味では30カ国において持続可能な開発に対する戦略が整っています。他の地域でこれだけ高い大きな数字はありません。5つリージョナルな戦略があります。例えば韓国、タイにおいては戦略があるという話がありました。それ以外にはサモア、ブータン、カザフスタンにも戦略があるわけです。持続可能開発に向けての。その意味ではアジア太平洋地域には非常に大きなチャンスがあります。それ何かというと、範を垂れるという大きな役割があるわけです。21世紀はアジアの世紀であると言われていますので、それはアクションで実現、範を垂れていかなければならないと思っています。非常に貴重なコメントどうもありがとうございます。で、さらに議論を進める上で価値あるものでした。それでは2、3質問をお受けしたいと思います。で、パネリストの方にお答えいただきたいと思います。あちらにお一方で、あと二方いらっしゃいますね。これでリストは閉じます。この3人のご質問ということで終わります。直木幸雄と申します。私はこの国連大学の高等研究所のインターンですけれども、多くの国々について資源が不足しているリオプラス20、合法についてどうするのかということについて議論がありまして、私の質問は、対外的ないろいろな力によって権威主義的な国に対してもグリーン経済の補正策を、例えばトルクメニスタンとかカザフスタン、資源豊かな国々に推進する、奨励することができるでしょうか。どうぞ次の方。国連大学高等研究所の者です。一つコメントと一つ提言があります。サイモン・オウソンさんのプレゼンテーションに関してです。費用対効果の分析についてのスライドがありまして、環境、社会、経済側面のトレードオフについて説明されておりました。国家の持続可能発展戦略に関連してです。費用対効果分析は金銭的に全て金銭価値に落とし込もうとする分析だと思いますので、それをさらに拡大して非金銭的な価値の判断まで行うべきだと思います。なぜならば、いくつかの価値は金銭的な尺度だけではきちんと評価できませんので。ですので、あなたが提案されている方法をさらに拡大することによって、そういった価値も判断したらどうでしょうか。ありがとうございました。